クラス替えといえば小学校6年間唯一ずっと一緒だった栄心。クラス替えといえば気になるあの子の隣になれるかな。レディオマッシュアップ、今週のオープニングナンバーはエグザイルでライジングサン。エグザイルの立花健一です。エグザイル哲也です。オープニングの一言、クラス替えといえばですが、はい、ラジオネームはるかさんからのリクエストでした。ありがとう。私はこの春から上京2年目の専門学生です。私の学校は2年生になるときにクラス替えがあります。このクラス替えで1年生の頃いつも一緒にいた友達と別れてしまい、地元でもないので友達ができるか卒業までやっていけるか不安しかないです。私はもともと自分から話すのが苦手なのでなおさら心配です。なるほど。今までは振り返ってみればそれなりに友達もいて毎日楽しく過ごせていたなぁと思うけど、友達ってどうやって作るんだっけという状況です。学生時代クラス替えした時や初対面の人とどのように打ち解けて友達になっていきましたかということで、方々に聞くのが一番いいと思います。間違いない。聞いてみましょう。はい。クラス替えといえば一人ぼっちにならないかいつも心配しています。クラス替えといえば大好きな親友と同じクラスになれるか心配しています。ということで今週はガールズガールズから増田クレアさんと住谷桃香さんをお迎えしました。はい。はい。はい。ガールズガールズです。新ユニットです。新ユニットです。来ました。これはね、いや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 、ガールズガールズ、ミラクルミラクル、うん、マジカルマジカル、うんうん、ミラージュミラージュというガールズグループ3組から集まった8人組のガールズパフォーマンスグループということで、はいはい、いや、はい、最近ねこの番組にもね、はい、何回か出てもらいましたけどね、はい、以前はね前のグループの時にね、そうです、はい、マジカルマジカルの時に、そうですよね、そうなんです。名前変わってんだもん。そうなの。全然違います。名前だけ昨日さ送られてきてもさ、うん、誰かわかんなかった。前来た時なんて名前だったっけ。私は虹色ユリア。それよそれ。虹色ユリア。今すっと降りたね。今ね虹色ユリア。そして私は白雪凛です。白雪凛。そう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 、ね、いやでも本名でもさ、そのなんだろう、ちょっとキラキラ具合はあるよね。そうそうそう。本当ですか。クレアって読めないもんだって、うん、これでも読まれないことが多いです、ね、はい、クレアちゃんよ。桃か、うん、いやー、やっぱキラキラネーム、キラキラネーム、キラキラ世代なんだろうね、はい、その名前は何でしたっけ。哲也です。何でしたっけ。健一郎と申します。キラキラしてないな。いや、ある意味キラキラ、昭和キラキラだね。昭和キラキラね。でも彼女たちは平成キラキラ。そうだね。でこれからね令和キラキラ来ますから。そうですよ。今日だって平成最後のマッシュアップですから。そうなんです。来週からもう令和ですからね、はい、そうなんですよ。ここえ、みんなは平成何年生まれですか。私は平成15年です。15年最近じゃん。ねえ、ね、いやいや最近ではすぐ最近だよ、ほんとね。そうか。で、ももかちゃんは平成。私は4年です。あ、ちょっと待って、平成4年。持ってた持ってた。年齢差してた。年齢差すでにもうだいぶね、お酒飲めるぐらいのあれじゃない、ね、もう26ぐらいですね。2004年なので平成16年です。そうだよね。びっくりしたよ今。デビュー前にすげえ。ねえ、ねえ、26が中3です。無理あるだろそれみたいな。めっちゃ面白いけどね。ということで、そんなガールズガールズは6月26日にデビューシングル大丈夫をリリースということで、はい、おめでとうございます、うん、もうちょっとですね。ありがとうございます。1ヶ月。そして、テレビ東京系で朝7時5分から放送中のオハスタにオハガールフロムガールズガールズ、そして4月より日替わりでレギュラー出演中ということで、はいはい、オハスタ出てるんですよ、もう。すごいね。生放送なのですごく緊張します。そうだ。でも芸人さんとかが結構いらっしゃるので、うん、すごい盛り上げてくれる。へえ、はい、みんなメンバーがこう日替わりでやるんだ。1週間それぞれの曜日が月火水木金で変わってきます、はい、そうだ。いやでも朝早いですよ。早いよ。オハスタ何時から。朝7時5分からだった。7時5分から。じゃあ何時に起きて何時入りすんの。
大体あの家の遠さとかによるんですけど、うん、私は3時15分くらいに起きて4時5分くらいにはもう下に降りてるみたいな感じです。あ、早いね。なかなか最近そんな早起きしないけどね。3時起きか、うん、ないでしょ。海外行って帰ってきた時差ボケの時ぐらいあの時3時とかに起きるよね。そうだけどね、はいはい。ちなみにおはスターはどうですか？楽しい？楽しいです、楽しいです。いろんな企画とかがあったりして、うん、なんか今はゲーム、ゲームとかゲーム、はい、なんか新しく発売されるゲームを毎週リレーでやっていくみたいな、そういうのをやったりしてて、これからもいろいろなんかロケに行くって聞いてるのですごく楽しみです。ロケいいよね、はい、ロケしたいよね。まだそんなやったことがないので、うん、何したいロケで。遊園地行きたいです。遊園地あのアトラクションを紹介しますみたいな、はい、USJ 企画があるって聞いてるので、うん、おい来るんじゃない？じゃあ USJ 大阪行っちゃう？大阪にね、ね、一輪で、ね、そこちょっとパフォーマンスとかしちゃってさ、ねマネージャーさん、そういうことですよね。できるかな。はい、でもね、あのガールズガールズは3チームガッてなってるわけでしょ、うん、はい、集まったわけだからすごいパワーアップしてるんじゃない、ね、はい、人数も8人で多いので、うん、もうパフォーマンスもできてんのかな。はい、はい、いろいろガールズ、あ、大丈夫はもう MV とかも撮ってるので、うん、なるほど、はい、楽しみだね。さてどうでした？結構大変でした。何回も踊ったりするので、はい、あと高いヒールを履いてたりしたので、うん、足がちょっとつったりとか。痛いね、それはね。いつもね、男性目線で思う女子です。すごい。あんなヒールでよく踊れるわと思うよね、はい、うん、そうなんです。グニってなりそうだね、うん、本当。前もね、あのマジカルマジカルで出てくれた時にも PV 撮ったじゃん。はい、結構何本か撮ってるんだよね、きっとね。そうですね、1、2、3、4、5、マジカルマジカルで4本、3、それぐらいです。結構撮ってますね、はい、はい、ちなみにこの曲は大丈夫はどんな曲でしょう？大丈夫っていうフレーズがとても印象的で何回も繰り返すんですよ、うん、そこなので結構聴いていて元気になれる楽曲だなと思います。そうです、はい、大丈夫だってよ、徹夜さんって言われる、言われるとちょっと安心するよね。ちょっとあるよね、なんかちょっとお腹痛いなって思う。大丈夫大丈夫大丈夫って言われて、あ、大丈夫だったみたいな。うん、その昔大丈夫だっていうのあったからね。志村けんさん。あ、知ってる。知ってる。知ってますよ、私。バカ殿とかすごい。知ってるんだ、それは。なるほどね。もちろん。大丈夫だーみたいな。チャレンジは、チャレンジは認めるわ。もこかちゃんやっぱりちょっとね、あの面白いんで、ちょっと天然あるんだろうね。でもね、こういうタイプはね、耐性しますよ。そうなんです。こういう業界では耐性、そうです、耐性、耐性、戦っちゃダメだ。戦わないよ、戦わない、ね、そう、花開くってことだね。そう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 。ねえ、振り付けもとても印象的ということで、はい、はい、そうなんですよ。そのサビの部分はあのちっちゃい子も真似して踊れるような、うんうん、みんな一緒に踊れるよっていうすごいキャッチーで可愛い振り付けなので、うん、手振りなのかな。手振りが多いですね、はい、どんな振りなのかな。こんな感じで、うん、大丈夫大丈夫の言葉と魔法にかかったみたいなっていう感じ。難しいよね。結構まあね。でもここがポイントなんで、これが大丈夫なんだ、はい、大丈夫大丈夫、ケンさん大丈夫やって。大丈夫。ちょっと違います。冷静に聞くと思います。違います。ダメダメ。でもあのウォンビーログのこっちやった全然大丈夫じゃなかったみたいなね。そっちじゃなかったね。いやー、じゃあ聞きたいね、そろそろ。そうですね、はいはい、じゃあ曲紹介よろしいでしょうか。はい、はいはい、せーの、それでは聞いてください。ガールズガールズで大丈夫。
誰が言ったか知らないが言われてみればそう聞こえる空耳エグザイルのお時間です、はい、今日はラジオネーム鉄空さんからこんなメールが来ています。はい、ザ・ランページフロムエグザイルトライブのハードヒットの河村和真くんが歌うヒット M アップ、ヒット M アップ、ヒット M アップが昼間、うん、昼間昼間に聞こえます。なるほど、それでは早速聞いてみましょう。はい、想像を超えてくみたい、作り上げるそのための覚悟決めるポイント、昼間昼間昼間打ち抜けたい。聞こえますよそれ。まあまあね、ちょっと巻き舌系のね、昼間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 どうしたんだお前。何がしたいの昼間に。なんだろうね、聞こえますね、はい、昼間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 これからそうにしか聞こえなさそう。わかるわかる、ちょっと気持ちいいね言ってて、昼間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 、昼間だから何。でもそろそろガールズガールズでもね、あるんじゃないのか ね、あるんじゃないきっとね、空耳的なね、もしかしたらどうだろう、うん、あるかな。マジカルマジカルの時は結構、うん、こうなって聞こえるっていうのはありました。うーん、これから多分曲が増えていくからさ。そうなんだ、これから出ますよきっと。みんなで歌って踊るんだもんね。はい、みんなです。それってその歌の割り振りはどうするの、こう均等に回していくの。いや、得意な部分とかあるの。その曲の曲調によって、うん、曲を考える人が合ってる子をメインで決める。なるほどね。ちなみに、それはその例えばクレアちゃんだったら、クレアちゃんはこういう曲が似合うからここのパートとか。はい、そういう感じで作ってる、はい、どういう感じなの、そのメンバー的に。だいたいざっくりの担当はあんの。クレアとモモカはバラード系みたいな、ちょっとゆったりした。バラードっていう、まあ、バラード曲はないんですけど、うん、柔らかい曲、優しい曲みたいのは2人で、はい、はい、あとは美咲、ゆずは、ようかとかは、うん、この大丈夫をメインで3人が歌ってるので、うん、元気な声みたいな、うん、で分けてます。カラオケとか行くの。行きます。私はあんまり行かないです。カラオケ行く時って何歌うの。大体海外のアーティストさんとか、あ、うん、あとパッて頭に浮かんだやつをピッて入れたりする。なんかね、ピッて。かわいらしい。海外のアーティストと誰が好きなの。アリアナ・グランデさんとか、デミ・ロバートさんとか、あと、まあね、ユーレイズ・ミ・アップとか歌ったりします。英語で歌うんだ。はい。あ、英語、英語いける口。いや、全然なんかすっごい耳に聞いたまま歌うんだ。あ、そうか、はい、耳コピーしてそのままね。歌ったら英語言いやすいの、ね、はい、でも、もう全然、全然違うよってよくみんなに突っ込まれる。僕も唯一耳コピーしたのスタンドバイミーね。あ、スタンドバイミーね、テイジさんよく歌ってるイメージあります。あるし、60何回か映画見たら耳コピーできるようになった。60回も見たんですか。見た。すごい。昔暇だったんだね。ね、僕らね。はい。そうなんです。そうなんですね。ということで、空耳エグザイルでは実際の歌詞とは違う空耳ソングを募集しています。マッシュアットマーク FM 横浜 .jp まで送ってください、はい、それでは、1曲お送りしたいと思います。曲紹介お願いします。せーの、それでは聴いてください。ミラージュミラージュでじゃんけんポン。 FM 横浜レディオマッシュアップ、そろそろお別れの時間です、今週はゲストにガールズガールズから増田クレアさん、住谷桃花さんをお迎えしましたけれども、うん、6月26日にデビューシングル大丈夫を、リリースされます、改めてどんな曲でしょう。大丈夫はすごい、あの小さい子から大人の方まで聴いていて大丈夫だよって背中を押してもらえるような、とても元気な楽曲になっているので、うん、ぜひたくさんの方に聴いていただきたいと思います、はい、そしてまた、あの先ほど紹介していただいたじゃんけんぽんはガールズガールズのメンバーでもあるミラージュミラージュのデビューシングルなので、うんうん、そちらもチェックしてくれると嬉しいです。なるほど、完璧です。あ、こっちは6月5日リリースです。はい、はい、お願いします。完璧ですね。なんだろうね、出来上がってるね、もうパッケージがね、うん、素晴らしいね。素晴らしい、いい眉毛してるよね。すごく嫌なんだ。あ、嫌なの。あ、そうなの、はい、いいじゃん、めちゃめちゃいいと思うけどな。チャームポイントだよね。チャームポイントだよ、ちょっと楓風のね。あ、そうそうそう、はい、でも嬉しいです、それは。うん、楓ちゃん風だね。うん、確かに PG のスタッフさんには言われます。うん、似てるよね。似てるね、うん、すごい。でも
楓の今何歳だ、高1でしょ、はい、小6の時めちゃくちゃ芋っぽかった横須賀の芋だった。楓には言えるんですよ、はい、僕はね全然悪気ないんですよ、はい、楓がその当時よりは全然キラキラしてますよ。キラキラしてるね、あ、ありがとうございます。俺はその眉毛好きですよね。俺も好きです。あ、いいと思う、いいと思う、はい、ありがとうございます。ちょっと嫌そうまだ嫌まだ嫌かもしれないね、はい、はい、ということで、まあ、リリースもありますけども、今後ライブとかイベントに出演する予定はあるんですか？はい、イベントも毎週土日で結構いろんな各地を回らせていただきます、うん、そうなんだ、はい、うん、土日行ってどうですか、お客さんたくさん来ます？来てくれたら嬉しいです、はい、ガールズガールズではまだ一度もやったことないので。ガールズガールズではこれからなんだね、はい、そう、またイベント情報はね、うん、まあ、ホームページとうとうね、はい、お願いします。探していただければと思います、はい、ぜひまたデビューしてまたしばらく経ったら遊びに来てください。はい、ぜひお願いします。来週はまた別の、メンバーが遊びに来てくれるということで、はい、誰なんでしょうね、誰なんでしょうね、楽しみですね。穏やかバラードっぽい担当の2人でしたけど、うん、来週はまた別の担当が来ると思うんで、チャキチャキかもしれないですね。ぜひまた2人も遊びに来てください。はい、お願いします。皆さんからのメールをお待ちしています。アドレスはmash@fmyokohama.jp mash@fmyokohama.jp です。それでは来週も日曜日の夕方6時半にお会いしましょう。EXILE 立花健一と EXILE 哲也とガールズガールズの増田クリアと住谷桃香でした。バイ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 。